ます。ウェイ登山隊でございます。今日はですね、クライムバディリーダーの徳永さん、いよいよ札幌50峰制覇ということで、アサリ岳、そして白井岳、もうついでなんで下りで、上白壁っていうんですかね、そこと下白壁、まあ読みが正しければですけど、それと竹の子山、まあそして体力に余裕があったらまた下山なんかも行っちゃおうかななんていう、ちょっと贅沢な歩きができればいいなと思ってます。それではラジオ体操の音楽をバックに、まずアサリだけアタック。ゴンドラ手前の急登をとりあえず抜けて、やっとシャドウが緩くなりましたよ。ちょうど木の中に入っちゃったから見づらくなっちゃったんですけど、白井だとか遠くはもう石狩湾進行まで見えてます。さあこれから徳永さんと大塚さんと合流できるかな。頑張ります。ゴンドラの山頂駅、この合流の感じったらね、藻岩山のスキー場コースであのモーリス号と合流した時の気分だねこれ。さあこれからピークに向けて歩を進めますよ我々。合流コースって本当に見える方なのかな。撮ってから撮ってんだよ、いい加減覚えなさいよ。さあさあさあ飛行場に向かって歩いていきますよ。ピーク手前まで来ましたよ。あんなところもスキーで滑る人いるんだね。前回来た時なんかはもう本当にホワイトアウトの中歩いたんで、こんな穏やかなアサリは初めてですね。天ぷらなんて本当昨日までこの時間帯 C で、で今朝のって見たら B になってるっていう。徳永さん持ってるな、我々だけじゃそういかなかったね。ちょっと待ってよ、ちょっと下から大塚さんと徳永さんを横。おはようございます。いや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 、最初ポチっちゃって左の方通りかけたちょっとまた降りて、それでこれしか待たない、これしか待たない。でちょっと白井岳の手前まで来ましたよ。雪質がね、さっきまでカリカリだったんですけど、さっきのアサリ岳のゴンドラ手前ぐらいのちょっと崩れてきた草の雪になりかかってて、
ハイマツもこういう感じで起き始めてきてるんで、そろそろちょっとこの辺歩きづらくなっちゃうのかもしれないですね。本編の中で振る忘れましたけども、白井岳から国際スキー場に伸びる沢の中に熊がいたそうです。目撃情報があって途中スライドしたスキー屋の方が教えてくれました。くれぐれもご注意ください。ヘロヘロですけども、ご受講生おめでとうございます。タイムを終えて、上白壁、上白壁、読みがちょっと分かんないですけど向かいますよ。ちょうど石狩湾進行に向かって歩いているような感じで気持ちいいですね。いやいや想定はちょっとだけどすごい細めですね。雪もちょっと緩んでるんで気をつけながら歩いていきますよ。標識も何もないんですけども、上白壁ゴール。恐ろしいよこれ。
主役の徳永さんがガス欠になっちゃったんで、下白壁は断念。竹のことね。で、この尾根使って駐車場まで。スノブリッジまだ生きてますよ。あの絵的には完全に滑落事故ですねこれ。完全に旋回してるね。何事もありませんように。お、いけるよ。よし。うわあ、しょっぱ。よかったですね、あのヘリコプター徳永さんじゃなくて。じゃなかった。一応聞いたって言ってました。そんなわけないでしょって言われたって言ってました。お疲れ様でした。無事降りてまいりました。改めて。徳永さん、札幌50歩達成おめでとうございます。そして今日の登った感想なんですけども、アサリから白井に関しては特にあの問題箇所はないかなと思うんですが、そっから先、上白壁っていうんですかね、本当人丸々一人分ぐらいの穴が開いて、もう本当滑落の危険があったり、全体に緩くなってるんで、まあ、今日ちょっと主役の徳永さんがちょっとガス欠になっちゃったんで、下白壁っていうんですか、下白壁っていうんですか、そこと竹の子は回避したんですけども、もう上から見てもその下白壁の方がもう歩くのは結構大変なのかなっていうような状況に見えたんで、まあ計画される方については用心した方がいいのかなと思いました。それではまたどっかの山で、いよー。